では早速もう一度やってみたいと思います。今度こそノーミスで160秒切りたいと思うんですが、まあとにかくやってみたいと思います。散歩途中、学園と王子さん人に追いついた。その時少年は と叫んだ。少年の視線の先には犬が一匹いた。セリーヌ、ドッグフードいっぱいあげるからおいでと少年が叫んだのを聞いて、何か寂しいものを感じた。ペットとの関係を継ぐ上で餌を与えるのは自由だが、それは最新の私有団で、やがては自由の方が自由になっていくものだと思ったからだ。幼い少年にこんな考え、こんな考えを望むのは無理かもしれが、遠くにいた犬がこちらに向かって走ってきた。少年の元へかと思ったら、これが漢字になってしまいますね。元へ来るのかと思ったら、少年の脇を通り過ぎて、この方へ走って行ってしまった。なんと、まあまあ早いですね。187秒ですね。で、一応ミスタイプ率が 0% なので、そうですね、160秒切るまでやるかどうか考え中なんですが、まあとにかくどうしよう。まあ次の問題やってみたいと思います。少なくともまあ20秒は早くなっているので、13だから27秒早くなっているのでいいかなと思いました。まだ時間があるんで、もう一度やってみたいと思います。せっかくなので、180秒切れれば、まあ、切りがいいかなと思うんですが、もう一度やってみたいと思います。が一匹
フードいっぱいけるからおいで、と少年が叫んだのを聞いて、かさびしもものを信じた。ペットとの関係を気づく上で、餌を与えるのは自由だが、それは最初の自由なんで、やがては方が自由になっていくものだと思ったからだ。幼い少年にこんな考えを望むのは無理かもしれないが、無理かもしれが、こちらに向かって走ってきた少年のもとへ来るのかと思ったら、ここはカタカナになんないですね。もとへ来るかと思ったら、少年の脇を通り過ぎて向こうの方に走っていってしまった。ああ、やっぱり180秒切れなかったですね。タイム遅かったです。194秒になってしまいました。で、時間を見てみると7分なので、一度ここで切りたいと思います。この、どうしようかな。180秒切れるまでやろうかなと思います。